2021年7月、静岡県熱海市で発生した大規模な土砂災害、熱海市伊豆山土石流災害から1年が経ちました。オペレーションブレッシングジャパンは、今も被災地で子どもや地域の方々のためのコミュニティ支援を続けています。前、酒屋があったんですけど、その子どもたちはいつもその酒屋さんで駄菓子を買って、そこはまあ、集合場所みたいな感じでそこで集合して駄菓子買って、じゃあどっか遊び行こう、ここ行こうっていう風になってたんですけど、そこの場所が、土石流で流れてしまって、集合する場所がなくなってしまった。で、公民館を開いたらまた新しく集まれる場所、集合できる場所ができたと、最近そのように地域の人から聞きました。最初はもう公民館の中をもうすごい走り回って鬼ごっこをしたりとか、もうみんなすごくもう楽しんでるというか、もう発散してるというふうな、最初はそういうふうに感じたんですね。それがまあ今1年経ってですね、それぞれがもうそれぞれの自由に遊んでる感じで、絵描きたい子は描いてるし、ちょっと踊りたい子は踊ってるし、キャッチボールしたい子はキャッチボールして、自分の遊びたいことをやってるっていう、そのような変わっていったような気がします。最初災害当時に子どもたちが集まって、そのキッズクラブ終わった後にお家まで近くまで送ってったりとかすることがよくあったんですけど、その時に意外と二人きりになると結構喋ってくれたりとか、自分の今思っていることとか話してくれたりとかして、実はちょっと環境変わってすごいストレス溜まってるって、イライラしてるって、そういうのを話してくれて、そうだったんだと思って、その子は今何を思ってるのか、何を感じてるのかっていうのを本当受け止めてあげたいなと。もっとこのキッズクラブっていうのは一人一人の個性を大切にして、素直に自分らしくいれる場所、ストレスとかを発散できる場所、自分が自分らしく入れて否定されない場所、自分の存在を、それを本当に大切にしたいなと思ってます。こうして1年間活動を続けてきた結果、地域の方々からこれからも地域の集いの場所として継続してほしいと声をいただきました。オペレーションブレッシングジャパンは、まず次の1年、その次の1年、そしてその先へ支援をつなげていきたいと考えています。今いろんな方と協力してですね、このキッズクラブだけじゃなく、子どもたちが遊ぶ空間、遊ぶ場所っていうのが、その時間がだんだんみんなで協力してできてきてるので、なんでそういういろんな声を聞いて、あともう一年、続けたいと、そういう思いが与えられました。熱海伊豆山のために本当支援してくださってる全国の皆さん、本当に教会や団体や、あと一緒に協力してくださってボランティアで来てくださった皆さん、本当に、いつもありがとうございます。本当にですね、皆さんの力が、皆さんの支えがあってここまで来れたんだなっていうのを、本当に噛み締めながら活動してます。本当にここまで守られているのも皆さんのお祈りがあってのことで、ここまで来れたんだなと思っています。本当に感謝しかないです。ぜひ引き続きですね、応援していただけますと嬉しいです。よろしくお願いします。オペレーションブレッシングジャパンはコミュニティ支援を継続するために寄付を募っています。皆様の温かなご支援、ご協力をお願いいたします。